ここはどこだ。体が動かない。俺はあの日トラックにはねられて。えって、俺ダミーヘッドマイクになってるんですけど。ええ一体ここはなぜ俺はダミヘになっているんだ。チース、お、ユリチン、何してんの？自主練。今年こそは市大会突破するよ。低いな、目標が。クラマーさんも ASMR 部入っちゃう？無理、なんかいかがわしい。 ASMR ってエロい人たちがやるあれでしょ。親友がなけなしの青春投げ打って精出してる活動にそんなえぐめの偏見持ってたの？どういうことだ。まずは冷静に考えなければ。おお、気持ちよすぎて冷静になれない。どうかな。知らんて。つか、なんなんこのマイク、なんか微妙ににやけてね。この子には交通事故で死んだ不遇のサラリーマンの霊が取り付いてるからね。あんた、そういう電波系いたいこちゃん路線だっけ。雑いレッテルっていうか、蔵前さん耳かき上手。本当にお耳撫でられてるみたい。キモ。その鋭すぎる一刀両断、さては次元流か。女同士でやってもね、こんなのさ。なんなん、好きな男子でもいるってわけかい。チャクラおばさんに相談してみ。普通にない。男っ気ゼロ。あんたもそうでしょ。え、私ユリはですね、この度彼氏がこちらソシャゲでできました。天井まで回してできました。お、なんだ、まあそんなことだろうと思ったけど。俺、女子の間に挟まれてないか。古来より、男が女子に挟まれるのは重罪とされ、時には醜い争いの火種になったと聞くが。どっちが先に彼氏できるか競争だ。うちはいいよ、彼氏なんて欲しくないしさ。命短し恋せよ乙女。別に恋までしないとは言ってないけど。一生挟まれててもいいかもしれない。